こんにちは、ベースボールベアです。ベースボールベアです。我々ベースボールベア2月9日に、ツアー公演、追加公演、はい、ございます。はい、ゼップ東京にて、はい、でこれがもう2017年の、6月ぐらいからずっとやってきた、ツアーの最終公演になるということで、なってますので、はい、まあ、そのツアーの集大成みたいなのが見せられたらいいなと。はい、思っているのでぜひとも皆さんに来ていただきたいんですが、はい、まあ、普通にこう告知してもね、うん、まあ、やっぱりその告知情報がやっぱりこう、うん、頭になかなか残らないと思うんですよ。まあそうですね、うん、だからやっぱり印象にね、そうだからやっぱりインパクトになることをやんなきゃいけないなと思ってますね、はい、僕実はですね、うん、サイコキネシス使います。俺らでさえ、まあ、初耳ですよ。すいません、もうちょっと初めてのカミングアウトなんですけど、はい、はい、まあ、僕そういう超能力があるんですけども、うん、そのちょっとサイコキネシスで、はい、堀之内さんをこれから今全裸に、うん、あのさ、はい、使えなくなるのよこれ。いや、まあ、もう一応ギリ、まあ、モザイク等はやりますんで、はい、全裸に、まあ、しょうがないですよね。全身ひんむきたいと思います。大丈夫、じゃマネージャーも OK ということで、うん、じゃあ、はい、いきますよ、はい、いやじゃあね、緊張するな。こうしといてもらえる。あれ？どこだここ？あれ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 ？裸なんねえじゃん、お前。俺結構ちゃんと全部押さえてる。ちゃんと両手でこう。あれ今俺なんか変なとこ行ってたんだけど。え、失敗しちゃったかな。ちょっと 俺の超能力時々暴走しちゃうんだよ。だいぶ暴走してたよな、うん、じゃあまあすいません、じゃあ今日はこんな感じで、うん、はい、じゃあ2月9日、はい、ゼップ東京でお待ちしてまーす、